毎日運動頑張ってるのにもうなかなか痩せない、痩せたと思ってもすぐにリバウンド、更年期も重なって気分がダウン、やる気が出ないなんてことないですか？このままだと嫌ですよね。一日も早くダイエット卒業しましょうね。マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエットなかなかできない、続かない、その気持ちよくわかります。そこでこの動画ではマイナス10キロ痩せた私が実践している朝食べるだけで痩せる方法がわかるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。朝食べるだけで痩せる神レシピご紹介します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるのか、その理由と、2つ目、朝食べるだけで痩せる神レシピの材料と作り方、注意点をお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこの神レシピで痩せることができるのでしょうか。その痩せるポイントが4つあります。まず1つ目は腸内環境が整うからなんですね。これはもうとっても大事ですよ。まずはあなたが根本的な痩せ体質に生まれ変わりたかったら、もうまずはこの腸内環境を整えてあげましょうね。そうしないと、もういつまでたっても痩せたと思っても元に戻るっていうこの繰り返しになります。4はあなたの腸内にね、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちをもうとにかく種類が増やしてあげて、元気にしてあげて、いつまでもあなたと一緒に、ね、暮らしていくっていう、こういった環境を作ってあげるかどうかにかかっているということ。その時に役に立つのが後ほどお伝えするこの神レシピになりますから、お楽しみに。2つ目のポイントはこちらです。このレシピはあなたの代謝がアップするからなんですね。いかがですか？年齢とともにもう誰だって代謝って下がります。私だってそうです。でも放っておくとどんどんやはり太ってしまうわけですよね。そこでしっかりとこの神レシピを食べることで、あなたの下がっていく代謝をアップしていくことができます。痩せるポイント3つ目はあなたの食欲を安定させることができます。とっても大事ですよ。ちゃんと一日の始まり、朝にあなたの食欲を安定させてあげることができれば、お昼夜と食欲が暴走するのを事前に防げますよってことです。そういった気持ちがいい朝をですね、作るためにもしっかりとあなたの食欲を朝から安定させてあげることがとっても重要になってきます。では4つ目のポイントはこちらです。痩せホルモンを作ることができるからなんですね。いかがですか？もうどんなに頑張ったとしても、そもそもあなたの体の中で痩せるホルモンを作る材料を取ってあげなければ、もうこれはなかなか痩せれませんよ。なのでどうすればよいかというと、その痩せホルモンの材料となるものをしっかりと食べてあげればいいわけです。では2つ目の項目です。ここからは朝食べて痩せる神レシピということで、痩せるポイントの栄養のお話を3つと、材料作り方注意点について詳しくお伝えしていきます。まず今回使う材料のポイント3つあります。1つ目はこのレシピを召し上がっていただくと、たっぷり食物繊維を摂ることができます。なぜ食物繊維が大事なのかと言いますと、腸内環境を整えるためにも絶対必要だからなんですね。腸内で暮らしている痩せ菌たちの大好物がこの食物繊維なんです。でこれを与えてあげると短鎖脂肪酸を作り出してくれますから、結局それが脂肪を溜め込みにくくしてくれるっていう、こういった作用がですね、爆上がりするわけですね。しかも代謝も上がります。そして余計な溜まってしまったエネルギーをどんどん使ってくれる、こういった効果も得ることができるんですね。また食物繊維をしっかり取りますと満腹感も得やすいですし、太るもと血糖値の急上昇もぐっと抑えてくれるんです。では2つ目のポイントは、タンパク質がしっかり取れるなんですね。とっても大事。筋肉のもと、体を作る元はタンパク質、これが足りないともう朝から食べても食べても食欲が満たされないです。ちゃんとタンパク質がある程度取れてからやっと、ふう満足ってね、体が思えるですね。逆にちゃんと食べない方っていうのは、いろんなもの、お野菜とかお米とかいろんなものを食べたとしてもタンパク質ではありませんから、いつまでたっても満たされない、結局朝から食欲が暴走してしまうってことになるんです。
では3つ目のポイントは鉄分が補えるからなんですね。痩せたければ鉄分です。どうしてかというと、痩せホルモンを作ったり代謝を上げたりというそういった働きのお手伝いをしてくれるのが鉄分なんです。で、特にいかがですか、私たち女性は毎月生理が来たり、もういつでもね鉄分不足に陥りがちな時に、なかなかどうでしょうか、毎朝レバーとか食べれますか？私も無理です。だったら簡単にこのレシピを食べることで鉄分を補うことができて、結果痩せホルモンもしっかり作ることができるんですね。それではここから朝食べて痩せる神レシピ、材料2人分でご紹介していきます。まず1つ目の材料はこちらです。納豆2パック約 100g、 2つ目無添加のキムチ 50g、 3つ目レタスが1/4 カップ、ここはお好みで結構です。4つ目ミニトマトが4個、そしてドレッシングの材料が3つあります。アマニ油、純リンゴ酢、醤油、無添加のものですね、各小さじ1用意してください。では作り方です。1つ目です。まずレタスは軽く手でちぎっておきましょう。トマトも半分に切ったり、そのままもうお好みで結構です。2つ目です。ドレッシングを作って準備しましょう。先ほどお伝えしたアマニ油と純リンゴ酢、醤油各小さじ1杯を器に入れて上手にですね混ぜて作っておきます。3つ目です。納豆とキムチをよく混ぜ合わせてください。では4つ目です。最後にお皿にレタスとトマト、そして納豆キムチをのせて、上からドレッシングをかけたら出来上がりです。いかがだったでしょうか。今回は朝しっかり食べて痩せていただける神レシピをご紹介しました。材料は2人分ですね。上手に量に気をつけながら召し上がってみてください。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもいただけますととっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。